今日は日本を例にとって経済発展においてその脂肪が産業中ですかねが果たした役割ということでやっていきます。それではお願いします。最初から一番左側で、ね、はい、すみません、ご紹介いただきました岡崎です。大変ディープな話になっているとお恥ずかしいんですけれども、日本、特に近代ですけれども、中心は日本においてですね、裁判所が果たした役割というトピックについて、これは中林さんの統治論文なんですけれども、ちょっと風邪をひいておりまして、声が変わってくるんです。この論文はですね、昨年、ユートレスト大学で、ローアンデフォンディベロップメントというコンフェレンスがありまして、そこで提出したものでございまして、まだちょっと多く改良するということは残っているかと思っております。で、まずその背景にあるモチベーションですけれども、今でもないことですけれども、その中国の一つということがですね、その市場を取り出して、自動的な取り出してですね、前提条件だということは、ダルベス・ノースのですね、セミアルワーク以来、広く知られているところであります。で、その中で、ノース、あるいはその上級さん、トーマスが強調したのは、とりわけ国家、さらには、さらに特定しますと、裁判所による教育権のこと。取引というその文脈に関しましては、取引関連の債権を保護するということであったわけです。で、そのノースたちの仕事の後、研究の流れですけれども、どういうところに向かっていったかというと、そのノースたちは国家による所有権保護というのを強調したわけですけれども、その時その後の研究は、その保護のメカニズムが多様であるということ。すなわち、国家による自由権の保護が機能しない状況でも、さまざまな知的な、あるいは自律的な自由権の保護のメカニズムが機能してですね、それによって、市場的な経済発展が生じたというケースが注目されまして、でそこで機能しているメカニズムがどんなものであるのかといったことについて、理論的な研究が進んできた、そういう流れかと思います。ディクセットですとか、ファクチャンですとか、グライフ。一連の仕事があるかなと思います。そのプライベートなですね、自立構造、自立思考的な制度の役割ということが研究されてきたわけでございます。でしかし、ここで少し私が考えてみますとですね、私が専攻する経済学の分野で、その裁判所です、ね、がどういった役割を歴史的に果たしていたのかということについて、どの程度我々が見ているかと。いうとですね、必ずしもその知見は多くないと、いうことでございます。で、ちなみにですね、主要な経済誌のジャーナルでですね、裁判所関係の内容を検索していますとですね、あまり出てこなくて、その少ない一つの例は、例えばこの記事レビューだったと思いますけれども、マルディという人の1993年の論文があるわけです。その後で、彼がやっているのはですね、原告とですね、被告の属性をですね、近代初期のイングランドについて調べてですね、彼が発見したことというのは、要するにその裁判所というのはですね、大変幅広い人たち、それはその豊かな人たちだけではなくて、貧しい人たちにもですね、こうアクセス可能であって、さまざまなその経済取引にまつわる紛争を解決する手段として機能していた、そういうことを論じているわけです。それからジョージアのスポーツにいる、これらの現実的推理だったと思いますけれども、ここでも大体同様にですね、カナダについて裁判所の機能を機能していたということを論じているわけです。それから最後、これは日本の例ですけれども、中林さん
ね、まあ、スラの政治業についてあの、まあ、彼はその東京人民性の役割というのをあの研究したわけですけれども、まあ、その東京人民性が機能するにあたってその賃金のですね、査定を事後的に行うということを裁判所が法的に認めるということが大変重要だったというあの論文を書いています。で、まあ、こういった研究があるわけですけれども、まあ、必ずしも大体このようなところでですね、まあ、それと多くのことがあの、まあ、経済史の文脈で分かっているわけではないということであります。で一方でもちろんですね、法社会学とかあるいはあの法制史の関係の文脈がものすごく多いわけですが、まあ、あの代表的な進歩2つだけあの挙げておきたいと思います。まあ、一つはあの、まあ、薬膳的な文献ですけれども、川島武義さんのですね、日本人の法医師という本がございます。で、あの彼はその中で強調したことはですね、戦後の日本では少なくともアメリカに比べて、まあ、1人当たりの訴訟件数が非常に少ないということを、まあ、強調したわけです。で、中島さんは、まあ、そのことをですね、日本社会の特徴と、まあ、関係づけてあの、議論しておりまして、まあ、日本人というのはその公的な紛争政治というのを嫌う傾向がある、まあ、いうそういうような理論をしたわけでございます。で、それに対する批判としてですね、書かれたのがこのヘイレイという人 の, あの本なんですけれども、まあ、彼は、かなり強調するのはミスオブザー・ガッカン・リティガンというところですけど、あの川島を意識して、あの川島を言っていることは間違って、まあ、そういう批判をしたわけですが、まあ、その時に見つかった論拠がですね、あ の,、の一つがですね、戦後と戦前を比較すると実はですね、戦前には戦後よりもより多い民事訴訟があったと、まあ、いうことを、まあ、まあ、仮にそうだとするとですね、日本人は文化的に訴訟を嫌うという見方は、まあ、妥当しないことになる、まあ、それが彼の一つの主張です。まあ、これ面白いと思ったのは、まあ、私とか奥野さんたちがですね、がですね、あの、まあ、日本現代日本の経済的というのがあの文化的なあのルーツを持っているという議論に対して、いや実は戦前の日本社会、日本経済社会、日本経済社会というのは、まあ、よりですね、あのアングロサクソン的だったと、まあ、いう事実を対して、まあ、文化論を批判したのと同じようなことをやっている、より早くやっているというので、まあ、非常にこう面白いなと思ったんですが、まあ、そういう議論をしています。で、ヘイレイはですね、その訴訟の件数を決